皆さんこんにちは。今日はあやあやさんの帯結ばない帯結びのゴージャス版をお伝えしたいと思います。こんな感じです。簡単にできてゴージャスに見えるので本当におすすめです。それではどうぞ。前回あやあやさんの帯結ばない帯結びをやってみたんですけども、今日は進化版です。で早速巻いていきたいと思います。こういう4メートルの半幅帯を半分に折って輪を右側にして、でそしてクリップで留めておきます。でそして2枚一緒に後ろに回して自分が回って前に持ってきます。でそしてその時に結構緩みやすいのでぐっと右手で引いて前に持ってきます。で留め直します。でまずは下側を処理したいんですけども、下側この2枚の下側をこんな感じで多分指1本分ぐらいで蛇腹に折っていきます。今からちょっとパーティーに行くんですけれども、これは簡単にできてその割にはすっごくゴージャスに見えるのでいいなと思います。で決まりがそんなにないみたいなので、自分でだいたい好きなような感じで折ればいいみたいです。でそしてこの状態でちょっとやりにくいので止めておきます。でまた上側も同じように蛇腹に折っていきます。でこんな感じですね。もうこの状態でちょっと私今回はずらしながら今折ってるんですけれども、でこれでこの上側と下側両方こんな感じで蛇腹で折れたので、多分ここがポイントだと思うんですけど、すごく緩みやすいのでこういう帯締めをしっかり後ろで結びます。仮結びなんですけども、結構ここはまあまあぐっと結んだ方が緩まなくていいと思います。でここで結びます。でそしてこの下側と上側の塊をちょっと段違いにします。でこの鏡を見ながらお好みで開いていきます。ちょっとこれはこういうふうに見せようと思います。で下も外して、広げます。こんな感じで今自分のお好みに広げられたら、でこれをあとは回すだけみたいなので、でこれは止めておいた方が多分後で緩まないので、隠せるような状態でこんな感じで斜めに帯だけ飛べました。でそれでこれを時計回りに回したいと思います。よいしょよいしょよいしょ。やっぱりクリップがないととっても緩みやすいと思うので、で今帯締めをする前だけここを止めておきます。で、ぐっと締めて、シワを
取って右に倒して一旦グッと結びます。でそしてこれをちょっとお花っぽく打ちたいと思います。これで完成です。でこのクリップを外して後ろはこんな感じになっています。で真ん中にだいたい来ていることを確認して完成です。これからも皆様のお役に立てるような情報をアップしてまいりますので、チャンネル登録の方、高評価ボタンの方をよろしくお願いします。それではさようなら。